城先生。ちゃんとやってください。沢城先生はどういう男の人が好みなんですか？聞きたい聞きたい。めんどく。先生教えて。どういう人好きなの？ちゃんとしてる人。そうか。一応将来のため貯金とか。ちゃんとしてる、ちゃんとしてるわ、うん、杉田さんちゃんとしてる、うん、どうしよう、今不覚にも素敵だなと思ってしまいました。やっぱ貯金大事ですか、うん、女性の皆さん。女性の皆さん、俺もなんでこんなリアル情報を出してんだろう。堀江さんの画力もかなりあって、描き慣れてるんだよ、ね、なんか絵を。そうそうそう、絵を確かに描き慣れてる人悪かったですね、描き慣れてなくて。これだってそうだ、出た、描き慣れてるのは別のもんだ。杉田さんはだって上手に描こうとしてる気がないじゃない。黒白、沢城さんは上手に描こうとしてこれだから。黒白みゆきが出た。何？あ、すいません。いや、納得がいくまで聞こう。多くの人はそれで逃げちゃったりとか、うん、諦めてしまうけど、俺は沢城さんは諦めない。なんだろう、私たち結婚する前提なのかな。なさこりゃ。ん？でも確かに貯金ね。貯金してる。俺は諦めないぞ。うん、ええ、うん。何の話題でしたっけ？どうしたの？どうしたの？まず深呼吸しようか。ね、自分で言ってたはずになりました。おい、ちょっと待てよ。イチャイチャすんなよ。なんだこりゃ。俺が絵描いてるさ、沢城さんどうしたの？イチャイチャすんなよ。見てもらっていいかな、今日鼻が出るんですよ。いや、関係ないし、それ。どうしたんですか、それ。どうし、お茶を濁すか。ちょっと待って、ちゃんとお茶を濁す。俺自分で持ってきた、これ。棒を食べた方がいいかな。チョコ食べて。うん、宮野さんちなみに、ダメだ、鼻かねえです。沢城さんは昔からずっと可愛いって言うくるんだよ。あ、そう。はは。そうそうそう。だから、子供の頃から、多分役者だから。そうですね。その、大人の年齢になっても、うん、妙なところ子供のまんまなんだよ。で、なるほど。それで、え、何なんですかそれって、知らないところでこうなんだよって嘘を教えて、へ、うん、そうなんだって言って、後に嘘だって分かると殴りかかってくるっていう。あれ嘘じゃねえかって言って。嫌な雰囲気だった。いや、さすがですね、みゆきは。心一番。私、ギリギリまで日本地図逆に書いてたからね。面白すぎるだろな。そうか、知らない部分もね。それが可愛いんだって。そう。それね、照れたりしたりするところがね、可愛かったりする、ね。だからあんまり知られない方がいいと思う。